サーロジャー・バーノン・スクルートンは英国の哲学者、美学者、作曲家、保守思想家。ロンドン大学、バークベックカレッジ教授。美学では建築学におけるモダニズムを批判し、音楽についても同様の試みを行った。政治哲学においては極めて英国的な独自の保守主義を展開し、共産主義や新自由主義を批判した。イングランドリンカンシャー出身。 1973年、学位論文、芸術と創造力、心の哲学の一論考により、ケンブリッジ大学、ジーザスカレージ PhD、指導教員は、エリザベス・アンスコム。後に、学位論文は、芸術と創造力の題で、諸女作として出版される。スクルートンは2002年までに、フーの半タバコキャンペーンを批判し、それらの予算を、 ワクチン接種やエイズ撲滅に回すべきなどと主張する文章を有名新聞紙や学会紙に投稿していた。しかし、実は日本タバコ産業から資金援助を受けていたことが2002年初頭にガーディアン紙に暴露された。この記事によるとスクルートンは JT 宛ての極秘メール内でタバコ会社の現在最大の懸念に対してウォールストリートジャーナルタイムズ デイリー・テレグラフ、スペクテーター、フィナンシャル・タイムズ、エコノミスト、インディペンデント、ニュース・テイツ・マンなどの新聞、雑誌への寄稿したことの見返りとして、月間4500ポンドの謝礼を1000ポンド増額するよう依頼した。この告発を受けて FT は、スクルートンが毎週連載していたコラシ・ディスラントの掲載を中止し、WSJ もスクルートンとの契約を打ち切った。 同じメールで、スクルートンは、ーの信頼性を失わせるような記事をメディアに載せるべきだ。タバコ規制が、まだ甘い発展途上国の政府交換に、JT の職員を接触させるべきだ。マクドナルドの製品の方が健康に悪いと印象づけるべきだ。JT 社員が喫煙について非難された時に、自信を持って対応できるような内部資料を作成すべきだなどの助言を JT に対して与えていた。 ありがとうございます。